しかもクロノワさん、とんでもない交通事故が起きてしまいました。何ですか？僕今、僕が殺されようと思って、はい、初井ハンマーをペイントさんに投げたんですよ。え？その瞬間にペイントさんが殺されてしまった。嘘だろ？だからどこにも行けない。僕を殺させようとしたんだ、僕は。くっそ。え、じゃあ、あ、待って、え、おしろ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 、拾われてない拾われてない。くっそ、残ってる。危ねー。何その奇跡。拾われる前に切られたから大丈夫だ。ギリギリ危なかった。生きててくれたんだね、ハツリハンマー。よかったよ。とりあえずハツリハンマーで壊したいのと、はい、この4つの本だな。本集めたいですね。これやりたいよね。何の本かわかんないけど、とりあえずその4つの部屋の必要な本、はい、多分なんか取扱説明書というか一番説明してる本ですよね。はい。やられたが。あと一歩ぐらいのとこまで来てる気がするのに。いやー、これね、うん、まだあると思うぜ。とりあえず出るか。もしもーし。あ、もうもうダメだ。もう入っちゃってるわ、ゾーンに。うん、もう完全に殺戮モード入ってるよね。そうだね。なんか歯車が崩れたって言ったじゃん。うん、もう通常通りのループじゃなくなったね。え、じゃ、でもトラゾーさんには話せたよね、前回。電話かけてみる。話してたけど、うん、反応なかったんで、なんか開けといてって言って、開けるわーって。そう、で、開けてくれなかった。開けてくれなかった。はーい。もしもし？はいはい。トラゾー？おー、ペイント、ついたん？ついたけど、お前無事か？無事か？何？そんな暇かみたいな。いや、相棒じゃねえよ。相棒じゃねえって。え、違うって、お前今どこにいんの？おー、実際の間にいるよ。おじさんの間にいる？うん。お前絶対そっから出んな、今日は。おう。おう。マジで、まあ出るつもりもないだろうけど絶対出んな。うん。で、アジサイの間って鍵開けれる？ちょっと待ってね。はい、今開けてるよ。開けてる？うん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。開いてない！もう開けてないだろ。いや、開けてる開けてる。分かった。トラゾー、とりあえずお前、うわぁ、トラゾー、おとなしくしとけ。ああ、オッケーオッケー。まあ別にずっと原稿書いてるけど。ああ、もう原稿書いててちょっと。ああ、でもペイントたちに渡すもんあったんだったよな。リックのね、え、何？特典。ああ、ああ。いや、もういいよ、リックの特典。いいの？じゃあ俺使っちゃおうかな。まあまあいいんじゃない。なんかお前お茶好きじゃん、まあ、抹茶とか。なんか抹茶楽しめるらしいよ。お茶でしょ。うん、お茶お茶。まあでも前回ね、歴史資料室やったが天守閣みたいんだよね。おー、いいじゃん。うん、めっちゃ良さそうだったもんな。まあ楽しんで天守閣見てみるか。オッケーオッケー。ああ、ありがとう。うん、じゃあまた、じゃあねーん。はい。デジャブを感じたよ。そうだね。うん、そしたらどうやってアジサイの部屋に入ればいいんだ。うわ、わかんない。でもあの壊す場所があったから、アジサイの間には外側から入れる説はありますね。あの、そうだね、
そもそもハツリハンマーで壊せるとこめちゃくちゃあるから。そうだね。で、クロノさん、ここから本取ったじゃないですか、はいはいはい、もしかしたら位置が大事かもしれないんですよ。で、これ真ん中の下に入ってたんで、ね、真ん中の下ね。そう、ボタンのまま真ん中の下、ボタン真ん中の下置いとくわ。じゃあちょっと、まあ、最終的に取りに来るのはありかもしれない。いや本当に大丈夫。いや持っとくか、持っとこ、覚えとこう。一人が持っときん。ほんでオッケー。なんかでもボタンの間ってさ、どっかに通じてるって言ってたよね、なんか隠れ部屋みたいな。そう、隠し部屋。そうなんだよ、ボタンの間は隠し部屋があるって言ってた。全然そんな雰囲気ないけどな。とりあえず序盤の流れをやっていくか。とりあえず桜の間に行きます、僕は。で、そこ、あの、バンダイのところに竹の間の鍵があります、うん、で、死神は本回収して、桜の間の。オッケー、竹の間取った。取った。オッケーっす。鍵回収しなく。資料室行こう。竹の間の本はどこだ。そうだ、死神君お願いします、竹の間の本。ん、はい、って右側のとこじゃん。右上だ。右上、右上、これじゃない。土蜘蛛取った。まさかり取った。多分ここかな。どこだ、これかな。あ、オッケー、雷光の鬼退治取った。回数で緑の鍵。緑の鍵、了解です。行きます。OK。クロナさん、このルルブ読みましたっけ？ん？クロナさん、ルルブまだ読んでない？読んでない。あの、面白かったっすよ。こんな時に？ルルブはおもろかった。おもろかった？馴染み深い名前がね。そう、緑ってどこだっけ？あと。緑は。あ、みやげさん。さ、目上げのとこで八八とかね。八マジでおもろい。え、で、クロナさん本当1位の、はいはい、あのレインタイムズ都、レインタイムズってこれ日本語にすると、あ、時サメ、時サメなんすよ。はあ、はあはあはあ、なるほど。だ、時サメ家めっちゃでっかくなってるよっていう話。はあ、あ、ここもハツリハンマーで、食堂か、次行くのは。ナナさんも来たら厨房だ、ごめんなさい、厨房っす。ハツリハンマーお願いします。で、これ今体力いくつ、みんな。俺7個。今7 9。じゃあ死神やりな。オッケー、オッケー。で、クロナさんに渡しな。はい。もうね、藤様の像は関係なくなっちゃったね。あー、もうダメなんだ。もう、うん、消えても意味ないし。オッケー、全部回収した。はい、物置開けたい。物置開けたい、了解。そっかそっか、あの、あれですよね。どうぞ。消火器とバールゲット。オッケーです。行くぞ、行くぞ。みんなついてきてる？うん、ごめん、黒なさん一回遅れた。オッケーです。あの、上だよね。はい、はい、先にして天守閣の中入ってます。うん、で、壊しときます。俺、いいよ、死神くんは倉庫の方行って。オッケー。これで初リハンマーどうぞ。で、食料も俺1個もらいます。はい、これ、はい、渡します。あと食料も渡します。はい、あざす。これ作りました、開通させて。で、一旦戻りますか。あ、まだ回収する。はい、回収する。どうする、くらっ、クロナさんどこだ。消火器か、最初。
あるか分かんないから。うん。音でか。じゃあまだ中の壊すやつやるか。そう、中の壊すやつやろう。祭りハンマーもらってもいいですか。どうぞ。どうぞ。あとね、はい、祭りハンマーの場所、宴会場にもあった。そう、あの宴会場とあと食堂にもある、うん、マジでいろんな場所にあるな。そう、そこに天使閣の鍵がある。あ、これだよね。桜が真ん中の上、桜が真ん中の上、ボタンが、ボタンが下の真ん中。ボタンってどれ、壁右、一番右、これが真ん中の下で、竹の間が右上で、アジサイが分からずですね。アジサイ、この先見た、これ支出、あ、ここか。とりあえずじゃあ、うん、クロノアさんの宴会が一番近いんで、宴会のところ行きますか。行きますか。どうぞ。ほい、これのここか。壊します。ん、あ、ここは入った場所だ。入った。あ、はい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 、繋がんのね。あ、なるほどね、なるほどね、こっちから行けんだ。おっと、マジ、え、出るの怖いんだけど。いや、わからん、虎像の可能性もある。そうだね、ボタンのもの。あ、もしもし。あ、虎像さんだ。虎像さんだ。お前らどこにいんの。いや、お前、気にすんなって。もう、おい、もうすぐお前何の日だ、お前。もうすぐ何の日なのか分かってんの、お前。もうすぐ何の日なのかな。準備できてんね、こっちは、おい。いやいや、もう何の理由にもあって。そっちも覚悟できてんのかって。もう来るぞ、もうすぐ。なあ、お前。サプライズ。お前、皆まで言うな、皆まで言うなって。お前、大体サプライズだった、サプライズって今言っちゃダメじゃん。天守閣でも楽しかった。あ、本当よかった。なんか何があったの。いや、でもね、な、あそこ天守閣だったんだね。どこが天守閣だったの。え、あ、いや、なんかじゃ、まあ行ったことあったなと。行ったことあった。あの、一昨日行ったな。あ、一昨日行った。え、一昨日行った。お前ここに何泊してんの。え、いや、だからペイントが来る数日前から一応泊まって、こうやってる時に、そういえばなんか迷い込んだとこはあそこだったなって。天守閣で。もう寝ようと思って歩いてたら間違ってあっち行っちゃったほい。は、何を言ってんだ。ん、頭おかしいんじゃねえか。おかしい、滅裂な発言を。いやまあでもここ結構入り組んでるしな。ね、まあでも夜だから、まあ明日会うか。じゃあ、まあそうやな、うん、起きたらお前サプライズしてるお前。もう言った意味ねえんだ。確保してるお前。あっ、次って。あっ、じゃあ、あ、え、どうしたの、これ何、この下、あれ、え、これ蜂蜜、え、は、え、は、はぁ、マジかよ。隠し部屋。お前すげえな、マジで。いや、クロノアさんがなんか開けたから、ここ。まあ確かに気になったけど、この部屋。隠し部屋だ。おぉ、うわぁ、 Wait, what? マジか。よかった、見つけて。あ、ここにもほら、なになに、蜂蜜のところある。あ、ほんとだ。は、え、どこ行くの、これ、あそこだ、披露宴のとこだ。あ、はい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 。お前すげえよ。おい、いや、もう隠し部屋って言ったらもう上のイメージしかなかったからさ。そう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 、上ばっかりしたわ。
そうか、あ、なるほど。ここにもなんかある。え、あ、ほんとだ。え、何、どこ、あ、神棚？ん？ここ、あの、使用人の部屋？使用人の部屋？いや、でも地下のはずだよ、使用人の部屋は。あれ、降りてみる。行ってみるか。行ってみるわ。どうですか？あ、食堂。はあ。ああ、え、上こんなんだったの？すっごい。あ、ここハツリハンマー開ける。そう、ハツリハンマー。ほんとだ、ほんとだ。うわぁ。で？あ、ハチミツもある。あ、あそこじゃん。あ、桜の間だ、これ。桜の間かしら食堂に行けるってことか。へぇ、ね、でも、ってことは、はい、繋がる。やることって言ったら。マジか。どこだ？消火器はもうない。席がある。ほら、うわ、一回行くか。どこに向かうつもりですか？終わった。え、てか今ので思い出したんですけど、はい、クロノアさんなんか前にトイレに行った時にハツリハンマーで壊せる場所あるって言ってませんでした？あ、そうだ、あったわ。エントランスのトイレ行ってみるか。そう、とりあえずここ開けといてくれる、天守閣の。オッケー、天守閣もこのまま開けっぱにしますわ。うん、この下は何もないのか。あ、これは違うんだ。そう、この滝の下なんかキモいやつあんだよ。そう、わあ、もうどこ行ったかわかんないよ。大丈夫、俺の愛刀ひざ丸があるからな。俺のひざ丸で。もう愛刀になった。俺の愛刀ひざ丸で切り刻んで。手に馴染んだか、その刀。馴染むぜ、この格闘。妖刀じゃん、もう。確かに、取り憑かれとる。この、こっちのトイレつったっけ？ある！はいはいはい。行けますよ。あ、これさ、虎像のさ、あ、あ、そういうこと？バル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 、アジサイの間じゃない？いける？あ、いける。あ、アジサイの間だ。練習できた。左下、左下。あ、じゃあ、ハメに行ってもいいかも。ここもうないよね。お金があるぐらいですかね。お金がある、一応回収しとこう。これ、あの、資金になるからね。まだこれ、抜け出した時に。でも、このまま大丈夫か、俺たち。歯車がずれたってだけど、俺と死神は大丈夫なのか、なんかその現実が変わるみたいな話をめくり様がしてたんだよ、俺たちに。だからワンチャンこの夢の中に入ったことで現実すらも改変できるのかもしれないけど、ペイント言ってたじゃん、あのままだったら俺たち死んじゃうかもだったけどさ。そうだね、逆に変わったことによって何かが、うん、そうっすね、改善する可能性もあるから。まあわかんないけど、とりあえず進むしかないね。進むしかない。てか虎像だよ、虎像はもう無事なのかな、あれ。まあ、俺たちがハクチュームになったから虎像はもう救えてる。そうだね、だって2日目なのに。これなんだっけ、右下だっけ、左下か。ほい、あれ、ん、右下、ごめん、え、ん、左下だった気がするけど、俺ちょっとしたら、なんか違う、こっち、覚えミスってる。え、あ、そうじゃん、竹の間のさ、この右ってさ、うん、これ2冊なかった、ここに。あ、あったあったあった。え、これもう1冊なんだった、どこ、もう1冊が、ここあ、ここに2冊あったんだよ。羅生門と九条城っていうやつが入ってたから、左上と右上だよね。そう、左上と右上。回収してたんだ。あ、ちょっと待って。これを、ちょっと待って、入れていいよね。はい。いいよ。それ、あれ？逆か？逆じゃない？一回追い返す。この席使った。え？どう？いや、ダメだ。その本だった、本当に。え、じゃあ全部入れるわ、もう。え、これ、
覚えてる、ほんと右2冊だった、右と左2冊だったよね。そう、上の右と左2冊。他が合ってるならこの2つの組み替えで合ってるはず。俺はボタンは下にあったの。うわぁ逆だ。はぁ、あ、どこかで何かが動く音した。何？あ、開いてる、左。ええええ、何これ。あ、この後ろ、バンタンの鍵、バンタンの鍵。おかみの嘆き、いや、いけるじゃん。おかみの嘆きって何？よ、読んでいい？うん。は？玄道が体調を送って待ってて、ね、え、玄道、玄道、玄道、ふざけてる。いやいやいや、俺だったらもう死んでるはずやん。玄道が体調を崩して以降様子がおかしい、もしや伝承の土雲に、でもと思う、でもと思い半信半疑ながら番頭の部屋に向かいました。あ、土屋玄道。あ、土屋さんのこと。ああ、その部屋のありさまはひどく、まるで誰も住んでいないような荒れ具合。本当に玄道は土雲神社を管理するのは番頭の役目、しかし番頭はその扉を封鎖してしまっている。昔番頭の部屋を物置として使ったところは裏口がありましたが、はあ、今は埋まってしまっている。一体どうすればいいのでしょうか。時雨殿に相談してみることにします。とりあえず番頭の部屋に、番頭の部屋行こう。ヒントがありそうだね、うん、その今手に入れた鍵ってさ、白い部屋の全部開くのかな。白い部屋他にあったっけ。白い部屋でも何個かあった気がするけどな。おっと、まずい、撃退でもある。俺今竹刀持ってます一応。うわ、守って後ろ。ほら、ナイス。俺の用途をひざまるなくれ。おーい、本当の家に駆け込むんだ。奥入れます。入ろう。小型チェーンソー。ボタンの間の鍵。え、とりあえず開けるよこれ。チェーンソー作った。開けれない。うわー、お前。うわー、逃げ切る絶対に。くそ、マジで叫んだよ。何回殺されれば気が済むんだよ俺たち。さらばどうす。買ってこいよお前。ガッ、このキモいの。うわ、え、なにこれ、画界は、でも画界だ、画界。え、待って、僕これ見覚えあるかもしれない。